SBS ラジオ秀と紀藤のフットーク、秀ショナルタイム。さあ、秀ショナルタイムのコーナーでございますけど、今日はちょっと夏の大会についてということで、はい、ちなみに暑さ指数って耳にすることが多いと思うんですけども、うん、はい、これ暑さ指数とは体と外気との熱のやり取りに与える影響の大きい気温、湿度、日射、このね、日の差し方、そして放射で風、この要素をもとに算出された、うん、まあ指標なんですけども、暑さ指数は熱中症リスクをこう判断するね、数値として、うん、やっぱこう運動時や作業時だけではなく、うん、なんかこう日常生活でこう取り入れていった方がいいよっていうことで、うん、まあニュース等でも聞くようになったんですけども、ちなみにちゃんとこれスポーツの世界もこの暑さ指数っていうのを取り入れてて、うん、日本サッカー協会は暑さ指数31以上で運動は原則中止って歌ってるんです、うん、もちろんね、どうしてもやらなきゃいけないって時もあるんでしょうけども、31はダメですよってちゃんと言ってるんです、うん、テニスは国際基準で 32.1 以上で中止にしたそうです、まあ、サッカーよりはさらにちょっと高いんですけども、それでもちゃんともうやっちゃいけないよっていうのを言ってるんですよ、うんうん、ところが高校野球です。僕毎回なんかまあちょっとね、高校野球についてこう物申したところがあって申し訳ない、僕も好きだから見てるし応援はするんですけども、高校野球基準ないんですよ。で、愛知県のね大会、来年からはまあ導入しようと、うん、県大会は言ってるんですけども、これね33以上なんです。めちゃくちゃ、まあ攻撃ね、攻守がまああるけども長い、炎天下でずっといるというスポーツですよ。それがサッカーよりも2度高い33以上で中止。いや、30でもいいぐらいなのに、なんでそうなんだろうなってちょっと思ったんです。学生さんですしね、10代のね。はい。で、こうやれんですよ、導入しないんですって。それは生命としてね、朝ちょっと早めにやるとか夜やるって言って、で、こう風送風機を入れるとかね言ってるんですけど、みんな暑さ指数取り入れてんのに導入しないって判断したんですって。で、僕なんでだろうなと思って、実際に今回の夏の大会の時に足つってる選手たくさんいたんです。ありましたね、痙攣してる選手とか。なのに理由ちゃんと聞いております。競技日程によるものだと。要は、まあ、甲子園球場借りてるから、そう、阪神とかのスケジュールもあるから、もう、取り入れてしまってたら、運営できなくなると。この理由もわかるんですけども、この未成年者の大会を夏休みの日中にこだわりすぎてるなと。別に夜からでもいいんじゃないの？だって、高校生とか、別に夜起きてるじゃんと。まあ練習してますしね、夕方までね。思うんですよ。はい。で、これね、こういうことしてたら分かんないですよ。僕の持論ですけど、ますますね、部活って衰退していくんじゃない？親がだってやらせたいって思うかなって。長い目で見るとね、そうですね、きっとね。そうなんですよ。そうすると、どうなんだろうって。で、オリンピックはどうするとかそういう問題になっちゃうんですけども、実際熱中症で死亡者って増えてるんですって。で、またその後、後遺症に悩まされてる。で、人生を棒に振ってしまったって人もたくさんいるんですって。そこまでのリスキーなのに、どうしてそこまで夏の大会にこだわっちゃってんのかなっていうのがあって、別にその1週間ぐらい分かんないけども、勝ち上がってまあ、多少授業ができないとかなるかもしれないけど、その分じゃあ夏休みをさ返上して勉強しようよってなるよ、多分部活やってるやつらは。ちょっとこれどうかなっていう僕の、まあ、提案なんですけどね、もう少し子供たちを最優先して日程とかではなく考えていただけないものかなっていう、もういろんなまあね理由があって、しがらみとかね、あるとは思うんですけども、はい、なんかあってからじゃ、今回もそのね J リーグのチームがやっぱり試合ちょっとこれ危ないよ、台風、もう間違いなく来てるもんね、やめよ、この判断やっぱ賢明だったと思いますし、でこれをもっと子供たちのことを考えなきゃいけない環境にいる人たちが考えてないようには思えちゃう
かなって思われちゃうんじゃないかなっていう話なんですけど、どう思います？あ、だから今回もね、100回目101回目の夏っていう結構 大きくねやってらっしゃいましたけど、やっぱこう高校生、さっきおっしゃった未成年なの で結局ルールを作るのは大人しか作れない。だって運営を子供がやろうと思ってもやっぱ限界ってあると思うんですよ。だけどやっぱ憧れの舞台を作ったのも大人だから、大人だからやっぱりなくすのはもちろんおかしいんだけど、やっぱ責任をちゃんと作るルールを作るのも大人とあってほしいんですけど ね誰かが亡くなってからじゃ遅いですからね。いや、その通りなんですよ。お一人でもそういうこと取り返しつかないので、真剣にね、まあ、もちろん考えている方は多いと思いますよ。だからほら、台風情報とかもそうだし、地震とかも、もうね、とりあえずもうどうなるか分かんないけども、もう津波が来るという言い方で避難させるじゃないですか。まあ、そういったやっぱもう少し強めに、なんかこれ危ないからやめようみたいなことをどなたかが発言することによって変わっていくのかなっていうのがあるんですけど、なんかあってかじ遅いですからね。いや、もう環境が変わったんだから、おじさんたちも変わろうっていう、そう、大会も変わろうでいいと思うんですけど、ね、頑固に言ってんじゃないよ。残していいけども、はい、そこはちゃんと考えないとダメですよね。はい、となんかあってからじゃ遅い、はい、さあ季節はね、まあ、秋になりますけども、今日秀島のタイムは夏の大会ということで、ちょっと振り返ってお伝えさせていただきました、はい、以上秀島のタイムのコーナーでした。